城北校で働いている静岡大学教育学部2年の磯部宗志です。トライで働き始めたきっかけは将来に生かせるからです。僕の将来の夢は高校の世界史の教師になることです。ここで働くことによって生徒と触れ合うことによってどのように教えたら分かりやすいかっていうことを分かるための経験になるからです。やりがいを感じる時間、それは生徒が分かったと言ってくれた時です。昔分からなかった問題を生徒さんが分かったと嬉しそうに言った時、僕も達成感と嬉しさが爆発し、人も嬉しい気持ちになります。このように城北校でも頑張って働いております。ぜひ城北校に来てください。